すごいね、カニがいっぱいある。あ、そっちの方がうまそうだったな。に行けそうだったら行ってもいいじゃん、泣き飯。ということでね、今GoPro全然撮れてなかったんですけど、翡翠海岸の方に着きました。今ね結構晴れてて海綺麗ですね。でちょっとね翡翠探しをしていこうかなと思います。うん、丸い石がいっぱい。ここがね翡翠海岸みたいです。でね、ちょっとね車今あそこ止めてるんですけど、一応ね今地元のおまわりさんいたんで聞いてみたら、まあそこは大丈夫じゃないかって言ってて、翡翠もこの辺に何万個何十万個に1個ぐらいはあるんじゃないかっていう。むいちゃん綺麗な石探して。むいちゃんも靴の方が良かった。ドラムなとこらしいんで、これを引っ張って入れていきたいと思います、ね、この引っ張ったドラムを これかな、ここに入れるみたいです。こんな感じです、ね、海が見えるのね、結構いい RV パークだなと。ちょっとね電源のところはね少し心もとないのがありましたけど、すごいね景観はいい RV パークです。
佐渡なんだ。佐渡の。そうね。いいよ。あ、イカ刺身定食。座敷だよ座敷。まあほら中心になっちゃったじゃん全部。みーちゃん美味しそうだね。はい、あ、そっちの方がうまそうだったでしょ。イカも入ってる。イカだもん。イカだもん。すいません、ありがとうございます。こちらね、イカ刺身定食。美味しそうだよね。このセンスある。普通の刺身定食いいね。みーちゃんはチラシハートだもんね。じゃあみーちゃんいただきますよ。すごいね、カニがいっぱいある、ね、あんまりカニをそんなまじまじと見たことない。あ、すいません、ありがとうございます。すいません。ママがシャワーの用意してる間、パパとウッちゃんは滑り台に行きますね。ママどこ？ママもう来るよ。もうママ今準備してるよ。はい、登って。座れ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 。もうちょっともうちょっと。よし、眺めいいね、ここね。座れ。そんなにだ。滑んなかったね。滑んなかったね。じゃあちゃんとママに捕まって。ビヨーン。ママこれもあれじゃないの、記念的なあれじゃないの。え、なんか行けないの。わかんないけど。あ、ほんとだね。登れ登れ登れ。すごいじゃん。歩いてるよ。みーちゃん頑張って。みーちゃんの過酷なシャワー。めっちゃ過酷だったよ。乗り切りました。フェイスタオル1枚の面積に、うん、家族3人で立ちながら無事にお風呂入れたんで、あとは帰って髪を乾かして。ふーちゃん見せてあげて、これ。ふーちゃん何着てるの。泣き虫。泣き虫着てるの。かわいいね、ふーちゃんの泣き虫。帰りは下りだから早いな。みんなうーちゃん待ちだよ。ゴーゴー。それでいいの。早くしてよ、うん、いいよ。靴脱いで。暑いな、お風呂上がったばっかだから、うん、今ですね、時刻が6時33分で気温が28度、湿度が 58% で、今帰ってきたんですけども、サーキュレーター、それからマックスファンで窓開けて、ちょっと全開でね、換気していこうと思います。ちょっときついもの。セブンイレブン、道の駅に入ってます。朝はね、6時からで、夜はね、9時までやってるそうです。アイスとレモンサワーを手に入れました。何その話。もうね、ご飯も食べちゃったんで、これからね、さっき買ったおつまみと
ビールをね飲んでいこうかなって。ビールは2種類買ったんだよね、うん、まあいろんなビール、あのここの新潟ビールみたいのを買ってみました。まああとねお刺身を少し買ったんで、それを食べながら飲もうかなと思います。私のイカ三章ね、イカこれもね合わせて三章漬け、うん、食べていこうと思います。でね、ちなみにね、この RV パークね、車内からこんな感じです。海が見えます。海が見える RV パークって結構レアだよね、うん、今まで多分一回も来たことないよね。でも本当ここ海越えて見えるのすごいね、うん、まあまあカエルで見えないほんと広い。海語りっていう水族館に行ってきたんですけど、そこでいいものを見つけてしまいました。ママペンギンそっくり本当ママペンギンそっくり。いいよ。で、いいよ最後じゃん、これはチンアナゴマドラこんな感じです。顔がちゃんとついてる。そう感じで、いちごビール2つ買ってきたんで、まずこれから飲んでいきたいと思います。じゃあまずはピルスナーの方から。はい、乾杯。うまい。うん、歯磨きする？する気にしよう。まるた、まるた、まるた。じゃあうーちゃん寝てても。ビアブロンド。ね、今日買ってきた。こちら。ジュジュー。甘ない。甘ない。刺身ってどうやって切るの？思うがままに切れ。うん、僕早いよ。ちょっと明日雨やな。オッケー。あとですね、このイカ三章。いいんじゃない、もうこんなもん。こんなもんでいい。うん、じゃあこちらね、甘ダイとイカ山椒漬けと、あとね余ってたパタピーです、うん、これでもタイうまいね、うん、あの身がだいぶ厚いというかね。センズかこれママピーナッツずっとセンズだと思ってたんだよね、ちっちゃい時パパが食レポをしてるのに何がセンズで。よし、いやぴったりだね。パパもレモンドにしようかな。え、根源堂でしょ。ちょっと丈夫収納に入れていくもんだね。うん、これはね、よく2人で使っていく箸の割り箸じゃなくてちゃんと洗い。うーちゃんママさん、男の秘密基地って感じですね。そうですね、ですね。もうカラフルなもの全然なくて、もう唯一このフレンチブルのイラストぐらい。全然言ってなかったんですけど、もうねこんな感じで、もう外は雨になっちゃってます。うーちゃんも雨になってもね、全然気にせずこう快適に過ごせるね、キャンピングカーってやっぱりいいなと思います。マックスファンもね、うん、マックスファンもね、正直言ってあのこんぐらい舐めたら全然問題ないです。でまあちょっとね蓋閉めちゃってもいいけど、少しあの開口ね、なんだ、口を開けるんだ、あそこかわいい。くまちゃんもおやすみ。ゆいちゃんもおやすみ。バイバーイ。バイバーイ。じゃあパパおやすみ。じゃあパパね、パチパチ。でね、パパはね、少しね、データがパンパンなんで、データを移動してから寝ます。この扇風機をね、一応使ってます。足がちょっともわっとするんで、足の方に向けて、扇風機をセットしてます。
ね、パンを焼こうと思ったらバターがなかったんで、バターを買ってこようと思います。ふーちゃんおはよう、もう朝ごはんあるよ。はい、ライちゃん、ウーちゃん、おはよう。ここね、どうしたよ、乗っけちゃう。今、9時9分で、気温が 25.6 度、湿度が 72% です。まあ、車内もね、全然過ごしやすい感じの気温です。雨降ってきちゃった、そう、ただね、ちょっとね、外がね、雨がちょろちょろっと降ってきちゃったんで、まあ多少はね、しょうがないんですけどね。じゃあ、あともう30分、40分ぐらいで出なきゃいけないんで、準備していきたいと思います。はい、で今受付の方終わってチェックアウトしてきました。ここからですね、糸魚川のフォッサマグマミュージアムに行きたいと思います。でここからもうあと3キロぐらいなんで、まあ、数分でね着くかなと思います。この坂をね、登ったところにあるみたいです。で、この先がフォッサマグナミュージアムなんで、ということで今、フォッサマグナミュージアムに行ってきました。翡翠のね、話と、まあ、フォッサマグナっていうところの構造のお話がある、博物館です。で、まあ、翡翠も当然たくさんあったんですけども、まあ、それ以外のね、あの石、あのもうちょっとね、動物の森でいう鉄鉱石とか金鉱石とか、なんかね、そういうものも結構あったりして、あ、こういうやつのことを言ってたんだっていうのがね、実物で見れると。フォッサマグナっていう、陸がくっつく前の断層と断層の間にあるのがフォッサマグナみたいな、まあ、そういう話でした。と、あとはなんか翡翠ですね、この糸魚川の、まあ、一番有名な翡翠の話があると。あ、おいしい。人がいなくなったの、それとも霧が出て見えなくなった。海あった、見たもんね、恐竜の化石ね。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したら、じゃあまたね、バイバイ。